最後まで全力を尽くす。スカーフェイス、ジェフリー、ゴルボルクでガード、条件達成。黄金の聖剣グルグウィントのユナイト、ヘンリネス、ヘリー、キナリウスでインターセプト。トリプルドライブ、セカンドチェック、サードチェック、クリティカルトリガー、効果を全てルミナスホープへ。誇り高き敵に敬意を表して。すごかったです、シオンさん。まさかあんな、僕、本当に、あれ強かったよ、君は。勝者、騎馬シオン。これにより、福原高校ヴァンガード部が勝ち抜け、セカンドステージ出場が決定しました。アンダー20、負けた、届かなかった。でも、クロノさん、カズマさん、ありがとな、太陽。ここまで負けなしで頑張ってくれて。ああ、こいつが神道クロノか。ノア、お前が次の。ここでチーム新日本は運命戦に突入。星崎ノアが神道クロノを破ればチーム新日本がファーストステージ最後の1チームに決定となります。いや待て、おっとこれは、おっしゃー、チームストライダーズも運命戦だ。たった今庄司一馬の獲得したポイントにより勝ち抜け枠にギリギリ手が届きました。両チームともに運命戦。どちらが勝ってもファーストステージ最後の一枠がこの一戦で決定することになります。
アンダー20ファーストステージ、4日間の激しい戦いについに決着の時がやってまいりました。ジェネレーションマスターの進藤クロノへと挑むのは、本格的な大会出場は初めてという若き新星、星崎ノア。どうなっちゃうんだろう。直前にポイントが加算されたとはいえ、太陽君の敗北があってもなおクロノが運命戦になったということは、あの星崎という選手が相当のポイントを貯めていることは間違いないですね。しっかり決めなさいよ、クロノ。ギリのギリまで引っ張っちゃって、アミーゴらしいね。現時点をもって、全てのファイターの対戦受付を終了する。進藤クロノ、星崎ノア両選手の一戦を、ファーストステージ、クライマックスファイトとする。クライマックスファイト、見に行こうぜ。ドロップゾーン開放。進藤！クロノさん！負けんじゃねえぞ！任せろ！ノア！頑張れ！お前なら絶対やれる！俺たちの夢、お前に託す！お互い全力を尽くそうぜ、ノア。お前たちの夢は知ってる。けど、俺たちもここで終わるわけにはいかないんだ。交換はなし。アンダー20チャンピオンシップファーストステージ、クライマックスファイト。スタンドアップ、ヴァンガード、クロノドランジー。作装のスターベイダー、カーボン、ライド、スターベイダー、ヘリオポーズドラゴン、カーボンを移動。ライド、クロノエトスシャッカル、ドランを移動。ドキドキワーカーをコール。泣いても笑ってもこれがラスト。俺たちの未来が決まる。トコハたちもシオンたちもみんな先に抜けていった。必ず追いついてやる。ライド、無双のスターベイダー、ラド、コール、アタック。ガド、ライド、クロノビートバファロー、コール、パルサーテイマールガルーレ、スキル発動、アタック。すごい、序盤からどちらも展開しての殴り合いだ。ガンガン行け。ひるむな、ノア。クロノさんが相手だからって遠慮はいらないぜ。ライド、スターベイダー、カオスブレイカードラゴン、全力で来い、ノア。カオスブレイカーのスキル、ルガルーレをロック。コール、混濁のスターベイダー、アイアンロック。星崎ノア、進藤クロノのリアガードを早々に封じてきた。タイムリープを主軸とするクロノ相手には最適な戦法ですね。すごいな、星崎君、落ち着いてる。アイアンでヴァンガードにアタック。ガード、カオスブレイカーでヴァンガードにアタック。ノーガードだ。ツインドライブ、セカンドチェック、クリティカルトリガー、パワーはカーボンに、クリティカルはカオスブレイカー。アタック、ガード、ターンエンド。ノア、こんなファイトをするやつだったのか。なんか感じ違うな。宇宙もヴァンガードもどこまでも広がってるから。クライマックスファイトなのに
全然気負ってない感じね、あの子。クロノのヴァンガードを見極めようとしてるのかな。相手の出方なんか関係ねえ、一気に決めちまえ。切り開け新たなる世界、ライド！クロノジェットドラゴン G！ タイムリープの連続攻撃を封じられた。スプリットペグザスやクロスオーバーにストライドしても意味がない。ストライドジェネレーション、メタパルサーパンロン、ストライドスキル、ロランをタイムリープ、スチームメイデンメスキア、メスキアのスキル1枚ドロー、ファンロンにパワープラス4000。振動クロノ、ここは手堅く手札を増やして次に備えます。妥当なところだな。この状況では他に動きようがない。ファンロンでヴァンガードにアタック。ジェネレーションガード、デススターベイダー、デモンマクスウェル、さらにガード、インターセプト。ノアのやつ、なんかいつもと違う。緊張してるのか、大舞台だしな。リラックスだノア、いつものお前のファイトを見せろ。ターンエンド、ドキドキワーカーとルガルーレをアンロック。日食のスターベイダー、チャコールのスキルでカオスブレイカーのリミットブレイクが発動。ルガルーレを退却、1枚ドロー。星崎ノア、振動クロノの盤面をじわじわと削っていきます。ストライドジェネレーション、デススターベイダー、カオスユニバース。そろそろ遊ばせてもらおうか、知らぬいの見出しし器よ。GO! Oracle Think Tank! Dimension Police! Great Nature! Our packs are finally here! Vanguard G, we are Trinity Dragon! Now on sale! Featuring SP Clan Packs!Shall we trance once again? Our favorite logicalist and foreigners are back to bring you more excitement and action. Who will you trance with? Booster Pack Trance Reunion, March 31st on sale. Luck and Logic. Buddy Flight X! The first booster pack of the new season! Power up your start deck with this booster! Lots of electrifying new cards! The Dark Lord's Rebirth, on sale April 21st, Bushiroad!Buddy Fight X! Two new start decks have arrived! They're both equally powerful! Now you can be a Buddy Fighter too! Buddy Fight X Start Decks! On sale April 21st! Bushy Road! さあ、あがいてみせろ、お前の持てる全力で。カオスユニバースのスキル発動。あなたの手札から1枚ここにロックしてください。 G ゾーンの表のカードが2枚以上あるので、さらに1体リアガードをロック。星崎ノア、またも振動クロノの前列リアガードを全てロック。タイムリープの連続攻撃を徹底的に封じていく気だ。カーボンのスキル、混迷のスターベイダー、ジンクをスペリオルコール、さらにジンクのスキル、カウンターチャージ、ソウルチャージ、さらにコール黒野の盤面を封じつつ自分の盤面を整え、コストも補充。完璧だな。向こうのペースに飲まれんじゃないわよ黒野。ずっとこうして戦ってみたかったんだ、クロノさんと。ラドンでヴァンガードにアタック。カオスユニバースでヴァンガードにアタック。なんか
なんか変だよな。完全ガード。トリプルドライブ、ヒールトリガー。パワーはカオスブリンガーに。セカンドチェック、サードチェック、クリティカルトリガー。効果はすべてカオスブリンガーに。なんなんだ。けどこの感じ、どこかで。あの時と同じ。さすがは知らぬを見出した器候補。このぐらいまでは簡単についてこられるというわけだ。ノア。その混乱、恐怖、絶望、それこそ我の欲するもの。お前、なんだ。どうしたんですか、クロノさん。なんだ、今、一瞬。すごく嫌な感じが。気のせい。あの子、一体。伊吹本部長、どうされたんですか。あいつも鬼丸と同じ。クロノさん、どうしたんでしょう。なんか様子が。ビビってんじゃねえぞ。カオスブリンガーでヴァンガードにアタック。ジェネレーションガード、時空竜、ヘテロラウンドドラゴン、スキル発動。カオスブリンガーを山札へ。山札の上1枚をスペリオルコール。振動クロノ、しのいだ。ですが、前列リアガードはロックされたまま。得意技を一度も使わせてもらえない振動クロノ、この先打つ手はあるのか。まだまだこんなもんじゃないでしょ、クロノさん。違う、ストライドジェネレーション、クロノドラゴン、ギアグルービー。違う、これはノアじゃない。クロノドランをタイムリープ、メスキア。ドキドキワーカーをコール、ギアグルービーのスキル。ギアグルービーにパワープラス5000。さらにギアグルービーのスキル、ファンロンとネクステージのスキルを一つずつ得る。ギアグルービーでヴァンガードにアタック。ドキドキワーカーのスキル、ギアグルービーにパワープラス5000。これでギアグルービーは単体でパワー36000。メスキアは最初は使わず、トリガーが出たらそっちに振って、スキルでスタンドした後ブーストする戦法です。リアガードがダメならヴァンガードだ。ここで決めろ。伝わってくるぞ、お前の恐怖が手に取るように。これがイメージの力、ヴァンガードファイトか。お前は何なんだ、ノアに何をした。ガード、反転のスターベイダー、ノーベリウム、クインテッドウォール、さらにジェネレーションガード、デモンマックス、チャコールをロック、シールドプラス5000。これは厳しい、トリプルトリガーでなければ突破はできません。しかも星崎のあのノーベリウムは。ガードに成功すれば相手リアガードを1体ロックできる。メスキアでブーストしてたら突破できてたかもね、クロノさん。トリプルドライブ、クリティカルトリガー、効果は全てギアグルービーに。セカンドチェック、サードチェック、ガード成功、ノーベリウムのスキル発動、メスキアをロック。ギアグルービーの獲得したネクステージのスキル発動、クロノジェットをスタンド。俺たちはみんな目指してきたんだ、それぞれの目標を、夢を。
このアンダー20で何が起きたのかは分からねえけど、ノアからノアのヴァンガードを奪った奴は許さねえ。ノーガード、ツインドライブ、クリティカルトリガー、効果は全てクロノジェットへ。セカンドチェック、クリティカルトリガー、効果は全てクロノジェットへ。俺たちのヴァンガードから出ていけ。かわいいな、お前は。振動クロノ、渾身のダブルクリティカル、ヴァンガードの女神が微笑んだのは。チームストライダーズ、振動クロノ。お前、ありがとうございました。最高でした。負けちゃったのは悔しいけど、でもクロノさんと戦えて本当よかった。負けてもなお相手を称える星崎ノア、ファーストステージの最後を飾るにふさわしい戦いでした。クロノさん、振動、やってくれたなお前。ファーストステージ最後の一枠に飛び込んだのはチームストライダーズ。そしてアンダー20は次なるステージへ。勝ち上がった16チームがセカンドステージでさらなる戦いを繰り広げるのです。一体どんな戦いが待ち受けているのか、ますます目が離せません。ノア、待てよノア。そのノア、何かあったのか。うまく言えないんだが、さっきのファイト、いつものお前と違う。悪いけどさ、これ以上付き合ってらんないんだよね。子供だましのお遊びには。どこの世界であろうとも心地よいものだな、絶望とは。行かせちゃっていいの？もとより人の言葉を聞くような輩ではない。振動クロノをアンダー20へと誘ったのはやはり正解だったな。互いに切磋琢磨し、力を磨き、その頂点をつかんだ者こそが我らが主の器となる。もっと強くなれ、我らの悲願を叶えるために。Welcome! Crono! I heard my new card is featured! Yeah! Kazuma's and yours are both featured! We can become stronger together! Vanguard G, Rage and Clash of the Wayfangs, available April 14th! Look out for this campaign! Vi Shorts! Start your school idol story with the members of Aqua! Relive your favorite scenes and bring it back on stage once more. Trial Deck Booster Pack now on sale. Bushiroad. Stand up, 始めよう。 胸を震えつにバトル。 命かけて戦い抜くよ。 Can't feel OK。 Go by 駆け引きなんて誰にも負けない。
right. どうにかセカンドステージに進むことができたな。カズマさんとクロノさんが最後の最後に勝ってくれたおかげです。ありがとうございます。よせよ、ここまでお前がポイント守ってきたんだろ。ま、次はもっと楽に上がれるよう頑張んねえとな。特訓ですね。任せてください。そこでなんで全国大食いチャレンジメニューガイドブックを出すんだよ。ヴァンガードの特訓だっつーの。こことかどうです？こっちも良さそうですよ。